打ち鳴らせ今ゴングだ。それでいてポイントはどういったところになるんですか。難しいところなんですけど、まあいかにガードから有利なポジションに持っていけるかじゃないですかね。やっぱりマウンドを取られちゃうと厳しい展開になりますよね。そうですか、そうなるポイントですね。アマラス式で倒してまいります。明日に照準を絞るのでありましょうか。組み合います。グラウンドに持っていきます。ネックロックに移行します。ローを打ってまいります。ローキックでショーダを見舞います。そのまま倒してまいります。外してまいります。膝へのキックです。組みに行きます。倒してまいります。館内がどよめきます。なんていうんですか、フォローとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのはそういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。キックを打ってまいります。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。腕をフックします。この田村清が提唱する UWF スタイル、それは膠着のないスピーディーなサブミッションレスリングであります。さあ今宵もその田村の UWF スタイルは我々を魅了していくのでありましょうか。ロックアップ、バックに回ります。あと超過スリーパーか。腕を回します。させません。行くのか、バックを取ります。振りほどきます。掴みます。膝を入れていきます。小手組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。ロックアップ、投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。鋭いキックです。キックがダメを捉える。あと逆に回られていった。行くのか、バックに回ります。抜けてまいります。掴んだ、キックをコンビネーションで打っていく。ダウン、ワン、ツー、スリー。強烈なローだ。腕を回した。あと逆に脇頭で切り返す。ローキック強烈、タックをマウントに移行した。逆に上になった。狙ってますよ。はい、焦点を打ち込む。ストマックに突き刺さった。顔面が歪む。焦点五臓六腑に染み渡る。ストマックを狙っていく。させません。外した。ロー打ち込む。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。打ち込む顔面、抱えた。フロントネックロック、リブラーに巻きついた。
ですよこれ。ああちょっと焦ってますね。はい、ブロックした。私は時間5分、5ミニッツ、テイクダウンを奪った。おっと外した。